ホーム店内駅は、兵庫県赤市天和阿座内座にある、西日本旅客鉄道赤線の駅である。牧村と鳥名で村が合併して誕生した、新しい村の名前を、まと、鳥の2文字を合わせさらに両村が合わすことを願い、天和村とした。この駅があるのはこの名残の天和であるが漢字が、難しいため駅名は、天内駅とされた。地名の天和も、天名と表記されることが多い。 ただし、当駅前にある、おしぼ端式信号機には、天和駅前と表記されている。岡山方面に向かって、右側に単式一面一線のホームを持つ、地上駅であり、愛イ駅管理の無人駅。駅舎はなく、直接ホームに入る形になっている。行き違いのできない、防線駅のため、岡山方面駅と番州赤黄方面駅が、同一のホームに発着する。 自動券売機は設置されていない。当駅に発着する定期列車は岡山支社側の列車で閉められているが、当駅の設備は近畿東括本部の管理に置かれている。駅東側から三菱電機アコ工場へ続く専用線が分岐しているが、これは隣の西浜駅分岐扱いである。兵庫県統計所によると、 2019年度の1日平均乗車人員は262人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通り。駅前信号機の天話表記南側は三菱電機の工場である。北側は山のそばに住宅がある。駅前に商店等はない。ありがとうございます。